こいつらは S.I.N の実験動物としてその生涯を終えるんだよ。なんだと、お前もこいつらと同じだったな。アーリンコほどの価値もない。でも一人で行くのは寂しいだろうし、ついでに教えてやるよ、お前らの正義とやらがどんだけバカバカしいか。ほらよ！生きてりゃまた遊んでやるよ。基本暇してるからさ。親衛隊の女が一人重傷を負っている。デルタレッド機を失ってしまったので大至急救助を送ってくれ。ええ、分かったわ。すぐに救助を要請する。すまない、ジュリは逃がしてしまった。気にしないで。じゃあ。それにしても情報が正確すぎる。この提供者一体何者なの？逃がしちゃったの。まあいい情報収集にはなったかしら。しばらくそっちを追いかけてちょうだい、捜査官さん。悪いけど一体壊しちゃってさ。想定外の邪魔が入ったなら仕方あるまい。実験は思いつきに済み、最初は全員殺すつもりだったのだ。一人くらい大きな問題ではないさ。それにしても毎度目を見張る活躍だな。そらどう思う？面白いかどうかにしか興味ないか。戻ったら風水エンジンの点検だ。今後も期待しているぞ。ほんと面白い見せ物が始まりそうだな。シャドルと S.I.N の対決、どう転んでも泥仕合じゃねえか。これだよこれ、これが見たくて来たんだよ私は。